ました。北海道マラソン前日の今7時半ですが、あ、ごめんなさい、7時半ですが、はい、見て、アマちゃん今何度？30度、嘘でしょ。めちゃくちゃ暑い。と昼ついてさ、私だって北海道マラソン6回目で、激熱。暑いでしょ。うん。初めてだよ、北海道の人たちも。綺麗に映る。映ってる？映ってるけど、こうなっちゃうから。カメ、あ、まあ難しいんだよね。なんか私のこと、あそこいいね。はい。皆さん、濡れてるで。やべえ、これはやばいで。濡れてるで。北海道に来てます。これは北海道の？北海道のテレビ塔。テレビ塔。東京タワーみたいな。はい、うんうんうん、北海道でいう。シンガーソングランナーの水と、宮崎出身で北海道が好きすぎて住み着いてる女、アマン香織です。はい、お願いします。住み着いてる女、住み着いてる女。はい、ということで明日はね、北海道マラソン、私さ大好きな大会で、ね、で、まあね、そうで一緒に走りに来たりとかしててさ、うんうん、なんと去年に続き今年もゲストにしていただきました。ありがとう。そしてなんと今回はアマちゃん、めっちゃかっこいいんだよこれ、アマちゃんのゼッケン。うおー、そうプレス、プレスです。私のプレスとして働いていただくことになった。アマちゃんとまず明日のね、とありがとう、いや、ご飯食べた、まあ、あのね、軽く軽く食べた、ちょっとさ、まあ、ね、これご飯飲んでいい、あの、うん、あの明日のさ、うん、栄養補給をと思って、みんなは、ね、マラソン大会前日何食べます？うどんとかさ、アマちゃん何食べる？私なん甘いものかな。甘いものね。アイスクリーム。アイスクリーム。っていうかね。ごめんごめん、それ私が飲み。ごめん。私が飲んじゃった。ごめんごめんごめん。ごめん、違うの。全部飲んじゃった。私の飲みかけをあげちゃった。CPR、CPR、CPR あります。野菜ジュース、CPR。じゃあ2人飲もう。美味しかった。2人飲もう。乾杯しよう。乾杯しよう。2人飲もう。そうそう。甘ちゃん。甘ちゃんは、マラソン始めてさ、1年ぐらいで。そうだったね。うん。3時間8分ぐらいまで行ってね、でサブ3直前でいろいろね、うん、今頑張ってるところなんですけど、まあ、とにかくサブ3目指してるわけなんですけども、まあ、今回はねちょっと一緒に北海道マラソンを撮影しながらして走ってもらうということで、いつもマラソンの時は甘いもの食べる、私もねおにぎりを、結構おにぎりは米を食べるので、今回あの話ぐちゃぐちゃしちゃってごめんね、今回私たちのテーマは、まあ、あのアイラブ北海道ってことで、そうこれちょうどいいやつ、アイラブ北海道米っていうのがねあってね、お米を力に走りたいなみたいな。何？え、すごい、北海道、すごい、玄米おにぎり、めっちゃ美味しそう。そう、美味しいの。いや本当だ、最近米を食べたらなんかやたらちゃんと走れるし、うんうん、なんか心も結構落ち着いてて、いや本当米いいなと思って ね、北海道美味しい米、すごい、ありがとう、すごいどんどん綺麗になってる。あ、本当だ、めっちゃいい。あなたはどっちが好きですか？鮭とたらこ。鮭かな。じゃ鮭で。あ、いいの？うん、ありがとう。私たち今日あの、ま、ライブもさせてもらったり、さっきカーボパーティーみたいなのもあってね、うんうんうん、アントニプのカーボパーティーがあって、結構意外と北海道だけど初フルマラソンで北海道の人もいてさ、アマンちゃん的になんか北海道マラソンの攻略方法っていうか、こういう風に走るといいよみたいな。なんかね、うん、25キロ地点ぐらいかな、うん、ずっとまっすぐの道があるんだ、うんうん、新川通り、あ、そうそうそう、もうちょっと前来てもいい、うん、声が入るように、うんうん、みんな聞きたいところ、うん、そう、あの新川通りね、うん、ここがみんなきついって言うちゃうけど、うんうん、ここで結構すれ違えるというね、隣の、そうなんだ、そうそう、それを楽しみながら行ったらまだ頑張れるかな、うん、確かに、うん、そう長いけど、でも私もあそこが一番好き、ずっと見れるもん ね、寂しくないよね、うんうん、ほら行って帰って、うん、あそこで20キロぐらいあるよね、あ、あるよね、うん、そう、めちゃめちゃ長い、だから要は10キロぐらい走るとそこに到達して、うん、そこから10キロ行って10キロ帰ってくるって、うんうん、だからサブスリーランナーだったり、まあ、その本当トップの選手も、うんうん、見れる、見れるね、でタイム、タイムによるけど、うん、見れたりするから、うん、すごいいいよね、うん、あと結構みんながやるのが道路を挟んでタッチみたいなね、そうね、ね、ね、それをすごい楽しみにね、頑張っていきましょうというところで、あとお水ね、
こまめにね、撮ったり、あとさっきラントリップチャンネルのなんかライブ配信とかでもやったんだけど、スポンジあるじゃん、ジャーってそう、ジャーってそう、私はね、チャ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 って言ったんだけど、ジャーの方がいい、ジャーの方がいいから、もうこれ、人それぞれも頭をね、ちょっと冷やしてあげて、あと体もね、ちょっと冷やしてあげたり、ちょっとなんかさ、水つけて走るとスーッとするもんね、あと手とかも冷たくした方がいいんだって、そうだね、言ってたね、雪玉そう、雪玉あれ何キロだっけ、25、前田新聞公園とかだからそれぐらいかな、その要は新川通りにあるんだよね、雪玉がもらえるらしいので、その雪玉で手をね、冷たくして街道ならではで、明日は一緒にちょっとその辺はね、後半戦で、後半の動画で撮影してくるんですけど、撮影してくるので、ちょっと楽しみに教えてくださいって感じでね、美味しいよね、これ大丈夫、あ、でも食べる、こっちも食べる、あ、じゃあ、食べる、うん、美味しい、これ美味しい、美味しいね、美味しい、これデパ地下のやつ、あ、いいやつじゃないか、ありがとう、やっぱ、美味しい、ちょっといいやつ、米が美味しいね、北海道ね、そう、ほんと美味しい、ふーちゃんにさ、今話してアスクチーズケーキ、うわめっちゃ美味しい、やばー、2人、いや、明日ホテルの朝食が7時だったのよ、でもう7時には行くから食べれなかったのよ、こんなこともあるんだなと思って、もしね、今後北海道マラソンの時にホテルに取る時は、朝食チェックはしといた方がいいかもしれない、そうだね、間に合わないね、そうなんだよね、そうだ、間に合わない、僕の朝ごはんだから、バスクチいただいたご飯も近くのコンビニ、だいたい米もなんかおにぎりとかサンドイッチ系はもうないよね、そうなくなっちゃうね、だから裏技としては結構佐藤のご飯とかをもし何もなければ、佐藤のご飯チンしておかずとか買ってとか、ね、感じでご飯のね、ちょっと準備もまあ今更だっていう話かもしれないけど、あまちゃんの一番好きなさ、北海道マラソンのスポットは、どこだろうな、あ、本当に食べ物とか何も関係なしに、一番最初の5キロ地点ぐらいかな、左石街道って、なんかそこをさ、めっちゃ大勢でドーって登っていくのがかっこいい、確かに、左石街道、名前、ね、何回も走ってんのに、ね、名前覚えた、スイちゃんと、去年かな、あった地点ぐらい、あーって言ったのね、あの時はまずいっぱい人いるもんね、そう、あそこら辺が好きだな、普段走れないから、今7時だからあと25時間後、25時間後のスタートだ、違う、12時間後だ、12時間後だ、もう終わってる、寝てる朝だもんね、そうだ、スタート、皆さんあと13時間後に、そうだね、13時間半後にスタートなので、みんなで一緒に頑張っていきましょう、ということでまた後半戦は北海道マラソンをレポしてきます、バイバーイ、えいえい、おー、参りました、皆さん暑いですけれども、これからライブが始まるということはもっと暑くなりますけど大丈夫ですか、 OK です、ありがとう、チャレンジャーの力を振り絞る、私の大好きな構造の、何バスク構造、バスク、あ、合同、合造、合造、美味しそう、バスクチーズケーキ、バスク大好きなんですけど、ラッキーセブンのろうそくです、何それ、貸してくれ、原価次スイちゃんに、ありがとう、貸して食べて、嬉しい、ありがとうこういう人なんです、アマちゃん優しいね